ちょっとドライヤーかけます。前髪切ったんよ。また。でもちょっとしか来てない。あ、整え、なんかもうちょっとの伸びたなみたいになったらちょっと切るし。自分の邪魔にならない程度に切ってく。長見セルフは、いやーなんかやっぱまあ私もね適当に切ってるし、でしょ、前髪きれいきれいでしょう。そうね、前髪カットを目指そうかな。ねえ、今日前髪がオイリーなんですよ。前髪上げとけばよかった。昨日寝る前。なんでかってやったね。昨日肌にオイルを塗ったんですよ。から前髪がなんか線っぽくなってる。
ケンクくん、レインボースターありがとうございます。まあヤシショウルじゃないけどね。スタンプ打ちすぎる。あ、もうね、スタンプで筋肉痛です。お疲れ様です。お腹すいた。並べいっぱいしてくれてありがとうね、昨日ね。ありがとうございます。また付き合ってくださいね。今日はお米です。麦ご飯です。今日はプラスこの淡路島の応援のりと広島の牡蠣の味のり、贅沢です。淡路と広島を味わいながら食べれるんです。ではいただきます。まずはやっぱ大江のりでしょう。お腹空いてた。マジでアーペカオムシ。
父さんから送ってもらって、熱っ。自分で炊けるよ。でも自分で炊くことないよ。素朴すぎる。でも、ね、うまい。うん、味は全然違う。のりね、やっぱ大江のりの方が味が濃い、濃いくて甘いんですよ。なんかすごい、矢島の方は結構味はでも普通に食べたらちゃんと味のりなんだけど、ご飯と合わせたりとかしたらそんなに味のり感はないかも。普通ののり、かき海ある。
この味の濃い感じ好き。ピ大江のり、じゃあ日本日本の朝ごはんって感じ。ここに目玉焼きとかあったら、目玉焼きお味噌汁あったら朝定食生卵とね、納豆も欠かせないんだよね。わかる。いや、みんな人それぞれによってね、定番のというか朝ごはんメニューが違うね。やっぱりね、家庭の朝食パン派？うわあ。マシャどっこいどっこい。てか朝ごはん食べてなかったもん。昔は。なんでかって？もうギリギリに起きてたから。ギリギリにいて、ギリギリに起きてたから。いつも。朝ごはんなんかなかったの。そう、ほぼ朝ごはんを食べずに行ってて、そのせいでもうめちゃめちゃお昼前ぐらいとかにめちゃめちゃお腹鳴って、本当にしんどかった。もう本当にあった、お腹鳴ることが耐えてたんだけど恥ずかしかった。朝、中学生の頃のみゆちゃんで、中学生、小学校の時はもうほぼ遅刻してた。
やな、朝余裕持てる人って素晴らしいよね。給食でした。私はでも昔になんか購買があったんだろうなっていうのが置いてあったか、なんかその私の中学校にね、購買って書いてるところがねあったの。昔にあったのかなとか思いながら、もう今なくなってたんだけど、その祭りてくれてたらよかったのになー的な。うわ来た、好きな給食。うわこれがね迷う、ね、給食結構美味しいからさ、なんかでもカレーとかかも。カレーって美味しくない？大好きなんだけど。夏野菜のカレーとかね。みんなやっぱ大好きだった。揚げパンはやっぱみんな好きだったね。ほんまに？でもさ、お父さんがさ、その給食の時にね、あのめちゃめちゃたまにあの牛乳、コーヒー牛乳が出てたって聞いたんですよ。まあってなった。コーヒー牛乳なんか出たこと一回もないとか思って、いいなーと思った。牛乳の三角パック知ってる？え、知ってるよ。私はそうじゃなかったけど、うわいいな、コーヒー牛乳あったで、うわいいな。ニルメイクなんかなかったよ。牛乳はもうずっと牛乳だった私。たまにアイス、あなんかやっぱ行事ごとにひな祭りだった、ひな祭りのゼリーとかはあった。クリスマスはケーキとかありましたね。私がほんまに好きじゃなかったのが、あのレバー、ごくたまにさあのレバーが入ってるんですよ。あのクジラの肉が出た時にレバーが入ってるんですけど、それが本当に食べれなくて。そう、クジラのお肉があったんですけど、あレバニラじゃなかったんだけどね。そう、いやもうそれでも結構ね小学校ぐらいの時からあったんだけど、もうずっと食べれなくて。それ
これは食べれんなって思った。私も多分まだ美味しいのに出会えてないからなのかな。美味しい美味しいレバニラ、レバニラというかレバーに出会えたらやっぱ癖がないというか なんていうんだ。いやまあでもしょうがよくない。レバーはさ絶対鉄分感じるもん。あれもう鉄だもん。鉄の塊やん。鉄分の塊だもん。血だもん。血なんだもん。血なんだもん。いや今も食べれないですってばば。やっぱちょっといやいいやっていうのがやっぱりこびりついちゃって、あの鉄分がこびりついちゃって、いやこれは鉄分だからっていうのがね、なんかやっぱこびりついちゃって食べれてないです、ね、食べますね。じゃあまた今度いつかいつか皆さん配信を見てくださったみんなありがとうございました。今日の配信はここまでとなります。はい、明日も明後日も明後日も朝配信はすると思うので、ぜひよかったら、見に来てくれたら嬉しいです。今日はちょっと夜用事があるんですけど、それまで結構フリーダムなんでのんびりしたいと思います。昨日久しぶりにジョギングに行きました。と13位にっくん、12位ぷぽみん、11位ろこぼこさん、10位むるけぎがさん、9位ろくななさん、8位あきセブンさん、7位ふうさん、6位かせさん、5位ふっさん、4位しまかちさん、そして第3位がもうさん、ありがとうございます。第2位がぽんたん、ありがとう。そして今日の第1位が元気くんです。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということでありがとうございました。また見に来てください。お疲れ様。また七並べもしますだよ、しますだよ。またね。バイバイ。